はようございます。サンディエゴ、まあ、アメリカ3日目ですね、ホテルをチェックアウトしていきたいと思います。はい、それではですね、一つお世話になったホリデーイン、こちらをチェックアウトしていきます。アメリカなんでやっぱ高いですね。はい、おはようございます、旅コナです。私は今サンディエゴに来ています。サンディエゴ この郊外のホテルを今チェックアウトしたところなんですけれども、今回の動画はですね、こちら、サンディエゴからアナハイム、ロサンゼルスに移動していく動画になります。主にですね、メジャーリーグを観戦したりとか、そういったことをしていきたいと思います。それでは皆さん、ぜひ最後までご覧ください。じゃあすみません、今日もよろしくお願いします。あ、ボード作ってきた。というものを今撮ってますはい、やってきたのはロサンゼルスのこちらですね、中華料理の青木さん、青木の中華、日本人の方が経営されてるみたいで、前からですね、ツイッターで何回かちょっとね、出てきまして、ちょっと行きたかったなということのお店を連れてきていただきました。それじゃあ中入っていきたいと思います。こんにちは。はい、まずチャーハン、焼き飯いただきます、はい、続いてチャーハンと酢豚、はい、これいただきます。あ、うまっ、うまい、うまい。はい、中華の青木さん、めちゃめちゃ美味しかったです。店長さん、オーナーさんの太郎さんも最高でした。また来たいですね。はい、じゃあちょっとまたホテルの方に向かいます。ちょっと次にやってきたのは、99セントショップ、まあ、いわゆる日本でいう100均ですね、100円ショップみたいな、そんな感じのところです。店内本当にこういうハロウィングッズ的なものがあったりとか、100円ショップでやっぱ似てますよね。やっぱりこういうのはあるんですね。まあ全部が99セントってわけじゃないですよね、さすがに。それ以外の金額のものもあったりしますね、やっぱり。ここら辺はカー用品とかですかね。はい、じゃあですね、ロサンゼルス、サンディエゴ、来ましたけども、3泊目はですね、こちらです。ちょっと今ホテル名書いてないですけども、ヒルトン系ですね、ダブルツリーバイヒルトン、アナハイムか、アナハイムの方に、チェックインします。レセプションはちょっと並んでる感じですね。ちょっと日本のダブルツリーと雰囲気違いますね。かなり大きい感じですね。規模的には大きいホテルです。はい、チェックイン完了しました。お部屋がですね、17階の12ということで、左ですね。はい、サンディエゴから、お昼を食べて、ちょっと買い物をしてですね、こちらアナハイムの、ホテルに入りました。今回のアナハイムのホテルはですね、ダブルツリーバイヒルトン、アナハイムということでですね、こちらからまずお部屋紹介いきたいと思います。はい、でですね、入って右側の方はですね、こんな感じで洗面台 とトイレ、それとシャワーブースですね。これはもう完全にシャワーブースという風になっています。それでですね、シャンプーとかのバスアメニティはこちらだけですね。ボディローション、コンディショナー、シャンプーという感じで、ボディウォッシュはないですね。やっぱりこういう石鹸を、バスソープを使う、そんな感じですね。入って左側です。こちらになります。クローゼットですね。はい、こんな感じになっています。でメインのお部屋の方は、キングベッドだったかな、ちょっとアップグレードをしてもらってるみたいですね。プレミアムキングルームだったような気がします。はい、でこちらから行きます。これはアイスペールですね。アイスペールと、コップ、今こういう使い捨てのコップばっかりですね。それと、これはコーヒーメーカー、コーヒーマシンですね。あとですね、チェックインの時にこういった紙袋がもらえました。お水が2本と、あとこちらですね、ダブルツリーヒルトンといえば、まあ、日本でも同じなんですけれども、チョコチップクッキー、あ、2枚もらってますね。はい、それと、ベッドの正面にはテレビがあります。下の引き出しは特に何も、お、
こんな感じになってるんですね。特に何も入っていません。でベッドサイドはですね、こちら、目覚まし時計というか時計がありますね。あの引き出しも特に何もないでしょう。こういうとこにね、細かくコンセントがあるのは嬉しいですね。反対側のベッドサイドは電話機とテレビのリモコン、そしてまた同じようにこういった形になっています。こっちの引き出しも特に何も入ってませんね。はい、でこちらにはこれは荷物置きなのかソファーなのかちょっと分かんないですけども、その上には鏡があります。結構大きいですね。結構大きめのデスクがあって、一人掛けのソファーがこういうふうにある感じで、そこの横には丸いテーブルがありますね。で窓の外の眺めはこんな感じですね。ちょうどなんか交差点の角に立っているようなホテルで、こちらが17階ですね。眺めはかなりいいです。で正面にはこういうふうにフリーウェイが見えてですね、このまま視点をちょっと上げてズームしてみましょう。そうするとですね、分かりますかね、ちょうど真ん中あたりですね、真ん中あたりにスタジアムが見えてる、そういった感じになっています。スタジアムにちょっと近いですね。で、お部屋の値段が確か180ドルぐらいですね。まあまあまあ、ヒルトンブランドの中ではこの辺では比較的安い、ホテルだったと思います。あれいくらだったっけかな、すいません、ちょっと値段は違うかもしれないんで、また正確な値段をちょっとまたテロップで入れたいと思います。はい、こんな感じですね。でダブルツリーというブランドで見て、まあ、日本の感じを見ると、まあまあ、あのビジホ程度かなと思ってたらとんでもないですね。かなり大規模なホテルで、本家のヒルトンにあんまり引けを取ってない。でもラウンジは確かなかったのかな、ちょっとその辺はまだ聞くの忘れちゃったんですけれども、お部屋はこんな感じですね。かなり快適に過ごせそうです。といっても明日ちょっと早朝から出なくちゃいけないので、もったいないはもったいないですね。はい、以上ではですね、ダブルツリーバイヒルトンアナハイムの、お部屋紹介になります。以上です。どうもありがとうございました。じゃあちょっと部屋で休んでですね、また少しお出かけ、お出かけというか目的地が決まってるんですが、お出かけ行ってきます。時刻は18時15分です。ホテルを出てですね、車でちょっと移動した先、それは、はい、こちらでございます。アナハイムエンジェルスタジアム、ボールパークの方に、野球場の方に到着いたしました。はい、今日はですね、メジャーリーグ観戦をしていきたいと思います。ただですね、今日はですね、ちょっとあの大谷選手は投げないみたいなんですよね。明日投げるみたいなんですけども、私はちょっと明日はもうここにはいないので、まあ、そこら辺は残念ですけども、これを、まあ、実際本場のメジャーを見るのは初めてなので、ちょっと楽しみたいと思います。ここちょっとだけこういうふうに盛り上がってるんですよね。でこれ何かと思ったらピッチャーマウンドと同じ高さで、こう見るとそこにですねホームベースがあるんですよね。まあこういう感じでその距離を分かるようにしてる、そんな感じですね。はい、それじゃあですね、中の方に行きたいと思います。すごい熱気ですね。試合開始直前、さっきもね、あの国歌斉唱ありましたし、こんな感じでもうすぐ始まるんだと思います。とりあえず
三塁側ですねの一応内野席こちらの方に席取ってもらいました。すいません今日席ありがとうございました。こんなボード用意してもらってます。ありがとうございます。はい、もうすぐ試合開始かな。もうすぐプレーボールですね。はい、いやすごいいい雰囲気ですね。はい、この球場の名物みたいですね。ヘルメットナッチョスだそうです。こちらいただいていきます。試合は9回まで行ってますけれども、ちょっともう混んじゃうのでね、ここから先帰ると最後まで見ると混んじゃうんでここら辺で帰りたいと思います。はい、もう外はもう真っ暗ですね。もう時刻は9時を回ってるはずですね。ちょっとみんな見てないですけども、はい、こんな感じで今スタジアムからボールパークから出てきました。野球観戦って私は初めてだったんですけれども、いやすごい面白かったですね。ちょっとまた来たいなって思います。それではですね、ホテルの方に帰ってきました。途中ドライブスルーで、購入した、イン&アウトバーガー、インアウトですね、インアウトバーガーの、これはですねダブルダブルという感じですね。パテが4枚だったっけかな、違う2枚だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、で、トッピングとして、アニマルスタイルですね、そんな感じのピクルスとかがこう結構入ってる、そういう感じのバーガーです。それと、コーラのミディアムでこのサイズですからね。はい、で値段ちょっと忘れちゃったんですけど、これで多分4ドルから5ドルぐらいだったと思いますね。そんなにしない感じですね、インアウトは。はい、じゃあこれいただいていきます。じゃあいただきます。まだ綺麗なうちにこう断面をというかこんな感じです。はい、じゃあいただきます。ちょっと冷めちゃったかな、うん、でもこのボリュームはすごいですね。やっぱりインアウトってカリフォルニアを中心に西海岸で結構チェーン展開してるんですけど もうメニュー展開がすごくシンプルですごく安いんですよね。で人気があって、今日なんかも夜時間もう9時10時ぐらいだったんですけども、道路に出るぐらいねドライブスルーの車の列ができてるってそういうお店ですね。うん、うん、はい、美味しいです、とても。
それではですね、まあ今夜の11時半ですね、まあ、この時間にちょっとハンバーガー食べてしまったわけなんですけれども、明日はですね、朝から空港の方に移動します。ロサンゼルス空港に移動しましてですね、次の目的地へ向かいます。次の目的地はメキシコのカンクンです。でカンクンまではですね、デルタ航空で向かいます。デルタ航空のエコノミークラスですね、で向かいたいと思います。で明日の朝またですね、あの空港に向かうまでこの動画の方ちょっと続けさせてもらいたいと思いますので、この後ももうしばらくお付き合いください。それではですね、今日はこの辺りにしたいと思います。ではおやすみなさい。はい、おはようございます。アナハイム最後の朝ですね。これから空港に向かうために、チェックアウトを行います。はい、ホテルのロビー改めてこんな感じですね。ではチェックアウトをします。はい、チェックアウト完了です。はい、これじゃあですね、また、車でですね、ロサンゼルス空港まで向かいます。はい、そしたらですね、もう早朝だったんで30分、40分でアナハイムからロサンゼルス空港まで到着しました。インターナショナルのターミナルはこっちでいいのかなと思いながら今来ております。ちょっと中で聞きたいと思います。はい、それではですね、ロサンゼルス空港の方に到着いたしました。今回の動画はですね、この辺りで失礼させていただきます。次回はですね、ここロサンゼルス空港から、メキシコカンクンまでデルタ航空のエコノミークラスで移動いたします。そちらの方もぜひ、チャンネル登録をしてお待ちください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Twitter、Instagram もやっております。そちらの方が最新ですので、ぜひそちらの方もフォローとチェックをお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。